はい、皆さんこんにちは、ワネリングルーフィッシュです。信長の野望創造の戦国歴史伝ですね、北条氏政でのプレイ続きをやっていきましょう。前回ですね、ついに沼田問題にケリをつける形で、こちら沼田城として真田を滅ぼしました。この真田をちょっと配下に加えたいという意図もあってですね、そういう形 に取りましたが、沼田に出兵している間に小田原に再び徳川が攻めてきてます。ですので今回は小田原に参集してですね、小田原城を守るという戦いですね。この小田原が落ちたら本当にいよいよ北条が我が戦お見せします、雪崩式に滅びてしまうというね、そういう超重要局面にはなってきますので、ここはもう全力を持って守備隊を送っていきましょう。では小田原に出兵していきます。氏政は沼田に出兵していた関係で今戻ってくる途中ですね。でその途中に国見城に敵が攻めてくるのか、これは守ってあげたいな。かしこまりました。宇治政は帰らせるにしたら、宇治照とかはちょっとこの国見2城の防衛線に当たらせましょう。これは木下秀明、後の小早川秀明ですね。官兵衛殿の内密の話とは一体ということで、これ黒田官兵衛ですね。そうなんですよ、これ小早川秀明っていうのはもともとは毛利本家の養子に出そうとしていたんですけど、ここにいる小早川隆景が毛利本家に養子を出されるのを防ぐために小早川家のね養子にするっていうことで、まあ秀吉の野望をなんとか食い止めたということですね。この金吾ではないかというのは、これ小早川秀明は金吾中納言というふうに呼ばれてたんですよね。まあその金吾ですね。さてこの辺りからちょっときな臭いことになってきましたね。秀次はすでに関白の地位にありますけど、ご存知の通り秀吉には鶴丸、後の鶴松、後の秀頼が生まれてますからね。まあ歴史ではここで秀次が秀吉によって追放を殺されるっていうねことになります。ご命令ください。先月の終始です。ここではまずは1にも2にもこの小田原を守らなきゃいけないですからね。1500しかいないのか、部隊は。これはかなりきついな。小田原城を守りきれるかどうかですね。かかれ！始めろ！まずはここで守ることになるかな。承知いたしました。かかれ！かかれ！全てを込める。始めようか。敵が城内に侵入しました。
二の丸までは一緒に許してますね。すでに直政の4000がかなりきついな。直政の4000は食い止める必要があるので、直政の4000に備えて南の方に兵を移動しましょう。まだあれかな、多少は持ちこたえられそうだな。丸の縄文が始めろ。さすが直政だな。直政が縄文と走りましたの問題だな。ちょっとあらかじめ兵を引いておきましょう。承知いたしました。我らが攻めに耐えられるか。敵が城内に侵入しました。これは本丸で迎え撃つ敵なのかどうなのか。お任せください。やってくれるな。敵が城内に侵入しました。逃げるなら今のうちだ。貴様らの動き読めておるわ。なんとか直政を退けないと、この小田原が落城っていうね、最悪パターンもありますからね。わきまえねばな。生きれますか。何、敵の援軍か。数は服部正成隊3400か。それなりの数だな。本丸まで兵を引くしかない。承知いたしました。城門が破壊されました。これで決める。逃げるなら今のうちだぞ。引け。参るぞ。まずいですねこれ本格的に。逃げるなら今のうちだぞ。正々堂々勝負せよ。ここが勝負どころよ。私だってやるんです。我らが戦とくとご覧あれ。まずいな。承知いたしました。直政は退けたんで、あとは服部正成2500か。引きます。小田原の城が丸裸城にされる。まずいですね。出陣するぞ。小田原が早く落ちるのか。宇治政が軍を引いて小田原に行きましょう。もうちょっとなんていうのかな、死の子の言ってられないというか、出し惜しみしていられないというか。ガツガツ兵を送っていかなきゃいけないですね。なんとかそれまでの小田原が持ってくれればいいんだけど。総力戦になるな。小田原がこんなに早く落ちるっていうのはちょっと考えたくないですからね。ご命令ください。報告いたします。ちょっとかき集めてこないとな。
出陣します。小田原城に兵をかき集めましょう。文字通りかき集めてますけど、それでも兵が足りないな。我が戦お見せしましょう。加勢します。臆したか敵将、仕留めたり。臆したか。ご命令ください。報告いたします。報告いたします。絶対にこの小田原城が落とされるわけにはいかないですからね。あとはなんといってもこの万万が一小田原城がこの先落ちるってことも考えて、江戸城を早急に大拡張しないといけないからな。お助けいたします。安重か、3600まだいる。味方は1200、2000、3000、4000ぐらいの兵がいるんで、なんとかなりそうかな。それが我が魂、我が覚悟。ご命令ください。先月の終始です。早急に帰らせて起乗します。兵力の回復をしないとな。戻れ。小田原から東へはもう徳川勢を入れるわけにいかないですからね。表情を始めましょう。先月の終始です。そしたら家臣提案で人材をもらっていきたいけど、足りないか。であれば佐竹の小次郎を一つ二つ取っておきますか。祇園城、ここは、いやーちょっと倒せる気がしないな。となると府中城の方がまだ攻略はしやすいかな。兵力が回復するのを待って検討しましょう。佐竹家の攻略ですね。今の小田原の攻防戦はかなり危なかったからな。早急にご命令ください。先月の終始です。小田原城の防御力を回復させないと。これ以上でも正直言ってその佐竹の城を取ってっても追いつかないんですよね、武将数っていう観点で。そう考えるとどうなんだろうな、どっちの方がいいのかな。何が迷ってるかっていうと、攻略目標をもうちょっと小さい勢力に変えてしまって、その武将の数をね一気に補充するっていう方法もちょっと考えていかないと、このまま
佐竹を攻めてると武将がどっかで足りなくなってきちゃうんじゃないかなっていうのを今ちょっと心配してます。じゃあ攻略目標として考えられるのがどこかっていうと、佐野家は武将数が4か、ただ佐野家は従属させてるんだね。となると残りはもう徳川か。今徳川と上杉が戦闘中なんですね。勇気か。ちょっと祇園城を攻めてみますか次ね。で江戸城を大拡張していきましょう。堀も土堀から石垣に変えていかないといけないしね。今徳川の軍勢がまた攻めてきたらかなりピンチになるな小田原は。ご命令ください。先月の終始です。その前にやっぱり佐竹と決着をつけておきたいですけど、よしこれで石垣にして行きましょう。小田原の防御力が5000まで戻らないんだな。まだご命令ください。先月の終始です。報告いたします。祇園城の攻略戦をやっていきますか。そしたら兵力もそれなりに回復してきてますんで、まずはこの祇園城にもう一度送り込んでいきましょう。先月の終始です。でこれで内通で付箋をさせて出兵していきますか。我が戦お見せしましょう。私にお任せあれ。宇治政もいざ行き様へ。出るとするか。出陣する。
見せしましょう。助け立ちいたしますぞ。出陣するぞ。よし、味方もだいぶ軍勢を出してくれたぞ。表情を始めましょう。先月の終始です。肩がつくかもしれない。出陣します。魔王箇条って言い方ってるかな。この魔王箇条まで命は惜しまる。取れれば、だいぶ変わるけど。問題は、本当に落とせるかっていうのと、徳川がどう動くかっていうところですね。大軍勢が出てるんで、これはここに乗じて正一気に攻め落としましょう。出るぞ。助立ちいたす。お助けいたします。まあ、ちょっと遊んでる兵が足りないので、先月のです。これは一旦返して、この魔王箇条の攻略で攻略隊に当たらせましょう。困りました。助け立ちいたしますぞ。これでどうだ。出陣するぞ。敵将戸田城に1万2000戸田城に1万2100は絶対にこらえなきゃいけないので、兵の一部を返しましょう。しました。かしこまりました。でかつ残ってる少ない部隊も出して防衛戦に当たらせましょう。あなたのためになるのなら。宇治政も小田城の防衛戦に承知した。で、魔王箇条も取ったんで、宇都宮城も取りに行きましょう。いや、一旦ここは兵を引いた方がいいな。騎乗する。ご命令を。先月の終始です。報告いたします。で、配属させましょう。今取ったこの祇園城にアンちゃんしかいないが、アンちゃんをじゃあ送りましょうか。佐竹を潰せればだいぶ流れが変わってくるはずだ。行け。そのためにはこの織田城を渡すわけにはいかないからな。止まれ。ご命令を。報告いたします。報告いたします。なんとか守りきれる三段がついてきたかな。ないとまだまだ発展途上の北条家ですからね。
城のね、縄文系はしっかりとしたものを作っとかないと、あっという間に敵に城内に侵入されてしまうので、我が戦、お見せしましょう。これが我が魂、我が覚悟。戻ります。何、徳川が侵攻してきてたか。国峰が落とされたのか。この多方面戦争になってると厳しいですね。これが我が魂、我が覚悟。待機しろ。騎乗する。まあ2つの城を取って、佐竹からね、1つの城を徳川に奪われたわけですね。表情を始めます。先月の収支です。で、家臣で、おっと、表情終了にしちゃいましたね。出陣するぞ。出るぞ。次に信行なり信繁なり、優秀な戦闘要員を確保しましょう。我が策、お見せしましょう。今は徳川よりも佐竹を先に取り込んでしまいたい。これがもう氏里の話ですね。ご命令ください。先月の収支です。さあ、早速提案で優秀な戦闘要員を確保していきましょう。ここは信繁、雪村を先にもらいましょう。鉄不足ですね、深刻な。よし、これでいいでしょう。ん、ここはどこと、どこ、あ、伊達が佐竹を攻めてるんだな。最後の一つの城だけはどうしてもうちが取りたいので、ちょっと情勢は見極めながら戦わないといけないですね。出陣します。表情を始めましょう。先月の小田原を落とされるわけにはいかないので、小田原の様子もね、ちょいちょい見とかなきゃいけないんですよね。そうか、そしたら配属呼び寄せで結城からあんちゃんを返しましょう。道場に呼び寄せて、祇園城からも、違う、移動先が江戸城で、ワンちゃんを返しましょう。で、返上します。次のターンで。そうすればサクッと信行が手に入るだけの
敵に城を奪われました。手に入るはずですね。どこが奪われたんだ。ここだな。関東平野を抑えてるとはいえ、ご命令ください。徳川が本気で攻めてくるとなるとかなり苦しいな。で、建設系は委任しちゃいましょう。まあ委任がね、受け入れられませんでしたけど、それかやることがないって言われちゃいましたけど。何、どこが奪われた。奪われました。あれかな、徳川がいよいよ侵攻してきてますね。これは秀次が切腹しますという話ですね。まあ、実際にはこの秀吉によって三条ヶ原に関白秀次の首がね晒されたっていうね衝撃的な話ですが、ご命令ください。まあ、それは置いといてだ。徳川が本格的に侵攻してきてるな。正幸がそっちについたのか、なんてこった。これはちょっと作戦を変えていかないと。北から徳川が攻めてきている感じになりますね。小田原ばっかりに目がいってましたけど、ちょっと次回そのあたりを考えて、作戦をね決めていきたいと思います。というわけで時間が良くなってきましたので、今回はここまでにしたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また、動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。